こんばんは、マサイ464944です。今回はドラゴンボールドッカンバトルの第10回天下一武道会をやっていきたいと思います。10回目なんだね。スキップします。さあ、参加していきましょう。基本的に、なんだっけ、天下一武道会仕様のやつが、あってですね。それ間違いなくやればまあいけると。あ、ちょっと待って。いいのか。そっか。なんでご飯なの？ちょっと待って。なんでこのご飯が入ってんだ。狙いつつの、できるか。だからブロックされてるよね。なんかで次のターンの、まあ、ブロリーでいくか。これでいきましょう。多分ワンパンでしょう。久しぶりに HP 6万超えてる。よし、ではちょっと弱いさ、さあ行きましょう。全然この辺得意でいいと思うんだけど、さあとりあえずまあ初戦というかね、3組と戦わないといけないからな、基本的に。だから予選がすごい長くなるんで、あ、そうか、天下一武道会って中のキャラを1体ぐらいレベル上げみたいなキャラ入れていくと、レベルが上げやすくなるんだよね。上がるよね。さあ行きましょう。一回ずつずれ、や、ずれやつスタイル。出していく。一個ずつ。やばい、死んでね、死んでね。久しぶりにさ、あれなんだ、なんだっけ、気力プラスじゃないから、ゼロからスタートだっていうの、すんごいなんか新鮮な感じがする。まず予選突破しました。一回だけレベル上げキャラ入れてていいんだ。っていうのを今更気づいた。よし。ネクスト。
準々決勝。行きましょう。ていうか、リーザーを最初に倒す。で、ピコを倒してからのセルトですか。さあ行きましょう。いいか。ああ、耐圧。ブルーム。まっすぐ倒す。ボタン。さあ、行きましょう。とりあえずこの優勝までを一つの動画に収めたい。やべ、さあどうでしょう。はい、次が準決勝。最初の頭1分ぐらいいらなかったんだよな。結構この勝負ギリギリ勝負なんだな。なんかさあ準決勝いきましょうか。変えていこう。これが入ってないんだ。この極意が入ってない。ボーナスチャンス。HP を回復したい。このピッコロかい。場合じゃない。マジか。最初こっちから行く。マジだ。倒壊隊から倒しましょう。天津飯の顔。いいか、からの、シェン。いや、ちょっと可愛いよな、この子が。匿名希望っていう名前で天下一武道館に出てきたけどね。その時に悟空と結婚したやつ。いいか。からの。さあ。よっしょ。あら、耐圧だ。あ、でも、そんなダメージだった。よし。マジか。戦闘すぎだ。多分これで終わるんじゃないかな。マジ？おら許さねえだ。危ねえ。危ねえわ。マジで？
とは生き残っちゃった。はい、いいか、戦闘はやめてね。よし、勝ち目した。オッケー、4分で勝てるかな。よし、かわいい。さあ、ボーナスゲット。レベル上がった。さあ行きましょう。何でもいいよな、ベジットで行きましょう。しかもパーツ足りないよね、ベジット。やってないか。回復していくスタイル、まあ、先ず食うんですけど。さあ、で、マジでなんかやばいやつじゃないこれ。やばいやつじゃない、なんか嫌な予感しかしないんですけど。適当に扱います。嫌な予感しかしない流れをね、勝ち切るやつ。悟空倒そうよ。この悟空がね、不気味に見えてしょうがない。よし、よし、計算通り。行くか。悟空はいいよ、こっち倒してます。倒して、ブロリーで銃を倒す。そして、名前でした。リス。あ、マジでこれ。あれだよ。全体攻撃だから、これワン、終わりじゃね？ワンチャンある。来た。ブロリー天才だな、これ。来た！ショートカットやつ。ブロリー天才やつだった。そして、エキドナを使った意味。まあ、あるか意味はとりあえず。はい、ということで、第10回天下地方会、1回目の優勝しました。ということで、おもちゃを入れました。これ、これ、おう。結構、くれた。ということで、まあ、次回2回目、やっていきたいと思います。で、まあ、その間にもしかしたら優勝を何回かしてるかもしれないですが、まあ、そこはご了承くださいということで、まあ、ちなみにさ、報酬ってなのよ、今回。1位とかさ、そういうの慣れないんだけどさ、あ、バラック。バラックなのか。はい、ということで、ドラゴンボールドッカンバトルの展開一部動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。